こんばんはい、こんばんは。は。はい、8時になります。もうすぐね。はい、はい。あ、こんばんは。よろしくお願いしまよろしくお願いいたしす。ます。お願いしまはい、す。はい、はい。それでは、8時になりましたのでね。あ、先生方ご続々とありがとうございます。はい、あ、嬉しい、嬉しい。はい。なんあ、か久藤し松さぶりんの。だ。藤松先生、こんばんは。こんいばんつか。は。はい、はい。たくさんありが嬉しい。とうございます。はい。ではね、久しぶりに、1ヶ月ぶりに、3人のバイオリンの先生のインスタライブを始めさせていただきたいと思います。はい。パチパチ。はい。ありがとうございます。本日はね、愛知県半田市でバイオリン教室をされている長友博美先生、そして、バイオリン指導法オンライン講座を運営されている河合さや子先生をゲストにお招きしまして、バイオリンの基礎をいかに楽しく身につけるか、ということを、私、大阪・吹田市でピアノ・バイオリン・リトミック教室をしております、黒田由美がお届けしてまいります。はい、ということで、皆さんありがとうございます。はあい、りがぜとうごひざいね、ま こんばんはとかコメントいただす。ければ、はい、幸いです。はい、では、早速ですね、長友博美先生に自己紹介をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お愛願い知し県ま半田市で、バイオリン教室を、自宅でバイオリン教室をしています。長友博美と申します。はい。素晴らしい。先生の教室はね、何歳から何歳ぐらいまでの生徒さんがいらっしゃいますか？今4歳から、大人の方まで、通ってくださってます。そう、あ、じゃあ小さいお子さんからね、なんか先生すごくね、なんかチャーミングで、ですがなんかすごく情熱的な演奏されるのをなんかインスタで拝見して、なんかきっと楽しいお教室されてるんだろうなと思いながら、はい、ますが、そうですよね。で、その長友先生なんですけれども、なんか河合先生の講座をね、受講されて、この基礎を身につけるってね、言うとね、今、一般的なイメージとしては、まあ、単純で練習つまらないとか、いやいや、やらされてる記憶しかないとかね、なんかそんなことを、ね、普通は感じられると思うんですけれども、はい、あ、すいません、こんばんは、こちらのライブのアーカイブは残りますか？そうですね、はい、残りますので、はい、また後ほどゆっくり、はい、ご覧いただいてください。はい、そうなんですが、なんかこの楽しいっていうのとね、この基礎が両立できるっていうのを発見されたっていうことで、なんかぜひそのあたりの お話を伺えればと思いますが、はい、そうでいすかね、がでしょやっぱりその河合先生の講座を受けて、どれほどこう基礎が大事かっていう、後になればなるほど基礎力がものを言うっていうか、そういうのをすごく実感しまして、で、やっぱり今まではこうレッスンっていうと、こう前の週のレッスンから次のレッスンまでをこうジャッジされるっていうか、家での練習をジャッジされるみたいな感じのレッスンで、そういう場って思ってたんですけど、そうじゃなくて、こうもっとこう楽しく、自分でこう基礎を家でもやりたいみたいな風に思えるこうレッスンをできたらいいなって、ずっと講座を受けてから、思いました。よかったよね。最初の頃、そう、でも毎回ね、ひろみさんね、まあ言っちゃっていい、いいよね。私の講座って毎回課題があって、動画で提出してもらって、で、その時にひろみさんって眉間にしわが出て、るよねって私返したり、なんかいかんその話したのよね。そしたら、終盤になってくると、やっぱ後期講座って結構重たい課題が出るから、眉間のしわが深くなりますみたいな感じのなんか書いてあったよね。そうなんです。ね、あ、スノーさん、ありがとうございます。プロの奏者をしているのですが、オーケストラに入って基礎の大切さ、基礎の楽しさをより感じています。
何も自分で分かっていなかったんだなと実感しています。うん、でもプロでもね、プロになるってことはやっぱりちょっと言っちゃってるよね。ちょっと私たちは人とはやっぱり一般的な人とは違う能力があって、バイオリンを弾くための模倣能力が高いわけですよ。だからそこで、そこだけでこうの、ね、乗り越えてきちゃったら、ちょっと不器用なね、まあ、ストレートに言うと生徒さんが来た時にすごい困るのよね。どう教えていいかっていうところで、だからそこで基礎ってすごく短い言葉だけど重いのよね。いっぱい入ってるから、楽譜の読み方から右手と左手は別の動きするしっていうので大変だから、私の子だけはね分解してやって、でもう1年かけてね、今はもう1年になっちゃったから1年かけてやるんだけど、その最初の頃のひろみさんがね、さっきも言ってくれたけど、まあ、眉間のシワか、ね、やっぱりこう楽しくないっていうイメージがねこびりついちゃってるから、音階にしてもね、まあ、ぶっちゃけるとそのプロになるっていう段階になってくると、やっぱりカールフレッシュのスケールは辛いよね、正直なところね。けど最初の段階ではそこまで求めないじゃない、中級ぐらいまでは。そこをこう楽しくする工夫っていうのを私は交代でお伝えしたつもりですよ、お二人にも。すごくたくさん学びました、はい、教えていただいて、で最終的にはやっぱ修行になるの絶対最後には絶対修行になっちゃうんだけど、まあ、そこまでいかなくてもね、趣味で楽しめるとこでもやっぱり基礎がないと行き詰まっちゃうわけですよ、いずれね。なんかまあプロの人とかね、多分もう演奏できるようになったら、その曲を弾く自体が楽しくなると思うんで、まあ、それ基礎をやっても、まあ、曲があるからと思って頑張れるけど、まあ、初めてのね、まだ習って間もない生徒さんなんかは、基礎だけね、じゃあ音階やりなさいとか、なんか言われても、なんでやらなきゃいけないのみたいな、になっちゃうと思うんですよね。そうよね。だからスケールワークで、そう、スケールワークで疑問符をいっぱいね、使ってくださいって話したでしょ、ちょっとずつ出して小出しにして、一気にやると嫌になるから。学校の勉強と一緒よね。九九だって一気に覚えようとするから苦痛なんだよね、あれね。私よく覚えてるんだけど。すごい母親が必死になって九九教えて込んできて、自分に。すごい嫌々、まあ今だったらわかるよ、必要だってね。でも当の本人からすると、はあ、お母さんすごい必死だなぐらいでしょまあお二人お子さんいらっしゃるからね、一生懸命教えたでしょ、九九は。そうですね。そうですね。必要なの分かってるから。けどいきなりドカってやられた、9の段までいきなりドカってやられると嫌になるんだよね。それが多分だから最初に教えるその音階のぐわーっとやりすぎちゃう時の瞬間だと思うんだ。なんかでも、でもその基礎をなんかね楽しく身につけられるっていうのがすごくね、いろいろありましたよね。いろいろしましたね。指導方法講座で。コードの聞き取りか。コードの調音とか、そう、どうやるんだとかね、具体的にやってったけど。そう。あとでも、なんだ、先生の著書の、今更聞けないの本の、最後の方の、バイオリン基礎練習っていうのがね、あれがすごく、なんかもう、どの生徒さん、特に大人の生徒さんは、もうすごいですねとか素晴らしいって言ってすごい皆さん感動されてますね。毎日の基礎練習ね、都庁長で全部やればいいだけじゃない。そうそう、本当は他の長もやった方がいいんだけど、でもいいの、都庁長で毎回同じもので、で、まあ、今大人の生徒さんってユミさんおっしゃってくれたけど、やっぱりその大人の人ほどさ、同じものを何回も繰り返していった方が安心感があると思うのね。まあ、子供も安心感あるけど、前回早稲田さんよね、早稲田さんもおっしゃってくれたんだよね、基礎練習やったからこそ、あ、これはライブの時には話してくれてないかな、私メッセージもらったんだけど、大人の人でね、よその教室から移ってきたシニアの方がいらっしゃって、で私の巻末の毎日の基礎練習あれをやったら、ちゃんと音が出るようになったんですって。
そう、まあ、素晴らしい。ひっくり返すとちゃんと音が出てなかったってことなんだけれど、うん、あ、そうですね、うん、あ、スノー先生、あ、またあれですね、小さい時に基礎を習っているから大人になって感覚だけでやっていて人には説明できないと思うことが多々あります。あ、うん、そうそうそう、ありがとうございます。そうなんですよ、まあ、言語化するの大事だよね。そう、そうですよね。さあ、ひろみさん、ほら最初の頃あの教育理念作ってくださいねって私が言ったの覚えてます？はい、作りました。うんうん、で戸惑ってたよね、うん、えって顔してそう、なんか 教育っていう風に見てなかったなと思ってあ、そうなの、ね、なんだ、うん、修行として見てた、修行修行なんかそこまでなんかこう一貫してっていう風に、うん、ビジョンでやっていなかったっていうことに気づいて、やっぱりそこで、うんうん、そうなんだよね、なんか、うん、その曲をとにかくこなさなきゃって方すごく多いよね、うん、そうですよね、そう思ってたでしょ、うんうんうん、まあ、音階は大事な、頭では大事なの分かってるけど、今この段階だったら五セクのガボット弾いたら次はあれやってとか、もう何とかしてビバルディ早く持っていきたいとか、そういう風な感じになってるよね、財津やってビバルディやって、うんうん、だけど、うんうん、ついてこれって怖いけどね、うんうん、そう、あ、はい、斉藤先生こんばんは、ありがとうございます。そう、私もだから昔はなんかその曲の中でこう、うん、練習を作ってそれをやらせてたみたいな感じにしてたんですけど、うんうん、その先生の講座を受けてからその、うん、その曲が出てくる前段階、前に前に先に先に基礎練をやらせるっていう、うん、この組み立てができるようになって、うん、それがすごく、はい、ありがたいかったです。役に立ってます。そうですよね、丸バツクイズ出しましたよね、うん、私第3ポジションが曲で出てきてから第3ポジション指導するんでしたっけ、丸かバツかって私聞いたの覚えてますまあこれ今の話の流れからいくと皆さんもう分かると思うんだけど答えは、うんうんうんね、で曲で出てきて慌てるんじゃなくて先にねテクニックを小出しにね、うん、それも、うん、これがポイント、うん、やっぱりでもそれはなかなかこうちゃんと系統だったカリキュラムがないと難しいですよね。握って持つっていう基礎練習、うんうんうん、あれをこうみんなやっぱりやってるから、うん、あのゴセックのガボットとか、あとあの河合先生のあのソレラミの歌で、あの10人のインディアンで、うんうん、あのピッチカートからある子に行くときにみんな結構スムーズにできて、うん、なんかこの間いつだったかな、だいぶ前のレッスンで、夏ぐらいのレッスンで、うん、あのこれをやるためにあれをやらしてたのって言われて生徒さんからそう言ってくれたら、それ気づいてくれたら嬉しいよね。そうですね、あ、そうそうそう、つながってるとなんかこうやる意味がわかるっていうことなんだなって思いました。そうなのよ、もう本当に畑に種をまくのね、イメージとしてはで、それを最終的にはつなげて大木にするんだけど、うん、それがね全部単体で関係ないものじゃないの、本当に。なんか YouTube でいろいろ上げてるけど、いろいろもどかしいなと思いながら一個一個これはこれでって短くわざと上げてるの私。言い出すと止まらないから、あれもこれもつながってるんですよって本当は言いたいんだけど、うんねうん、いや先生の YouTube もねすごい皆さん役に立ってるね生徒さんよく見てます、はい、うん、あ、そうなんですか、皆さん、うんうんうん、ぜひ先生河合先生の YouTube 要チェックですねありがとうございます、うん、そうだ、ゆみさん最近 TikTok いっぱい上げてますねちょっと今チャレンジっていうのをしてて、42日間毎日上げてみようっていうのをしてなかなかできないんですけど毎日はちょっとすごいね毎日動画はきついなうんうんうん、なんかでもちょっとこうなんだろう、 TikTok とまたインスタと YouTube とちょっとなんかこう上げるネタが少しずつなんか違う、ね、違うね、ねえ、なんか客違う感じしますよね、ちょっとね見てる方の雰囲気が、ね、だからその、うん、
動画の再生回数がねそれぞれ違うの、うん、ね受けるものが全然違う、うん、ちょっと難しいことになっちゃうとあっという間にパッと落ちるんだけど、うんうんどれもどっちかというとあまあ、ライトな感じかな TikTok は、ね、そうですよね。なんか面白ネタとかちょっと、うん、そう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 、うん、少し批判めいた批判めいたものの方がなんか再生回数上がる感じだから あのこういうことはしちゃダメみたいな言い回しの方がちょっとねあんまりしたくないんだけど正直なところでいくと、まあ、ちょっとアンチ系が入った方が楽しくなるのかもしれないですね。ないけど、まあ、うん、なるべくポジティブでいきたいので、私は。そうですね。そう、うん、すごい毎日やってんだ。皆さん見てください。すごいことになってます。ゆみさんの TikTok はすごいことになってます。そんなです。まだです。まだすごく。いやいやいや。時々ではちょっと、うん、遊んでます。はい。インスタもね、まめに更新されてすごいなって思いますよ。うん、うん、なんか、すごいすごい。うん、楽しいですね。うん、そう。うん。ね、でも、ちょっとひろみさんも上げてるよね、うん、最近結構。うん。うんぼちぼちです。ぼちぼち。あ、そうそう。今度ね、ひろみ先生のコンサートのね、はい、お知らせもあって、あそこに博士太郎練習を弾いてる姿を、はい、映像を見ました。そうです。はい。うんうん、ね、いついつ？そうそう。いつなの？あ、今度の木曜日です。8月25日に、うん、あの博士太郎だけのあのプログラムを組んで15分なんですけど、うん、短いんですけども、うんうんはい、東海市っていうところ で、あのうちの市の隣の隣の市なんですけど、うん、そこの大きなホールがあってそこのロビーみたいなところで15分間演奏させてもらうんですけど、うん、それは、誰でも行けるの？あ、そうです、はい、あのロビーなので出入り自由で入場も無料でっていう形で、うんと、いいね。何時から？うん、10時から10時15分までです。木曜日って何日だっけ？25日。はい、25日、うん。皆さんぜひお出かけを。ね、よろしくお願いします。愛知県東海市芸術劇場。ね、はい、うん、ぜひお出かけ。必聴ですね。うん、それはね。うん。うん。コンサートあるの嬉しいしね。はい、そうですね。なんか結構博士太郎みんな好きで生徒さんとかも、うんはい、行きますって言ってくださってて、うんうんうん、ね、博士太郎大人気ですよね。ねで、この間弾かれてたなんか冷静と情熱の間っていう曲ですか？あ、はい、そうです、うん、そうです。ね、初めて聞いたんですが、すごく素敵な、うん、なんかひろみ先生にぴったりっていう感じ。冷静と情熱の間。ありがとうございます。うん、なんか去年の発表会で一部はなんか私が言った曲で二部はみんな自分の好きな曲を弾いてっていう風にしたんですけど、うん、あの二部ですごい博士太郎が好きな男の子がいて冷静と情熱の間を絶対に弾きたいって言って、私もその時に初めて知って、おすごい素敵だって、うん、本当、はい、選ばせてもらいました今回。ね、藤松純子先生がインスタグラムライブはされないんですかっていうことですけどね。うん、それはあれだね、あのひろみさんのそのコンサートをライブ配信しないんですかってことができた、うんうん、あ、ぜひぜひでもどうだろう、バイオリンの音ってライブ配信できるのかな。ズームだと結構音割れるよね。ああ、ね、それだったら録画しといたのをリールで上げた方が音質はいいと思う。いいところ、そうそうって書いてる。私もいいところを切り取ってあげてますよ。正直に言います。なかなかでいいところあげたいよね。そうですね。自分ではちょっとここはちょっとみたいな。そうそうそう。あ、リールで聞きたい。うん、ありがとうございます。ぜひ頑張ってみます、うん、楽しみにしてますね。楽しみですね。 ありがとうございます、うんうんね、そうなんですよ。そうはいね、ということで、まあ、基礎ですよね、うん、基礎のお話、
あ、そうそうそう。ね。基礎、あ、そうだ、ちょっと聞きたいの。ひろみさん言ってた、この前、ほら、相談くれたじゃない？メッセージで。はい、うん。あの、お嬢さん、最近どう？頑張ってます、なんか。変わったでしょ？そうですね。ちょっとほら、ゆみさんはね、知ってるよね。オンラインサロンの中でもちょっと時々話してるお嬢さんのことね。頑張るってスイッチ入ると子供って変わってくるの面白いよね。うん。うん、で、基礎練習も真面目になってきたんじゃない？ものすごいやる気ですね、なんか。結構、どんどん進んでます。うん。分かってきたんじゃない？そうかもしれない。うん。縄跳び飛んでるって言ってたよね。そうそうそう、まあ、今やってないと思う、暑いんで。でもその縄跳び飛ぶっていうのを実際やった後に変わったでしょ。そうですね、先生に前の前にその相談した子、なんか腰反り腰、それもあったので、うん、同じようにこうやったんですね。なんかすごい音が変わったなと思って、そうそうそう、あ、ご視聴の方に言わなきゃ。なんで縄跳びの話が出るかっていうと縄跳びを跳べない子はリズム感が悪いですよっていうことなんですよ。逆を言えば縄跳びが跳べるようになるとリズム感が格段に良くなります。なので縄跳びしてください。早速ご質問が来てます。縄跳びが跳べたらリズム感良くなる。だって縄がこう空中をこう回ってる瞬間ってのが裏拍なんだよね。で、それで下にパンってと当たった瞬間ね、縄が当たった瞬間がその拍頭で、で人間が飛んでるんだよね、その中。うん。だからその、あの躍動感のその対空時間っていうのがリズム感につながるので、ぜひ縄跳び飛んでください。これは大人の方にもねお願いしてるんで。飛んだ方がいいですね。リズム、率直にね、縄跳び苦手じゃないですかって聞いちゃうのね、私。この人、多分、リズム感がちょっといまいちな方にね。そうすると、苦手です。大縄は飛べませんでしたって書いてくる。ね、縄を見ちゃうみたいね。縄の方を。そうですね、予測して入るのが大事で、そのリズムがこうなってる間に予測して入るっていうのが、伴奏に乗っかるってことにもなるから。確かにそうですよね。前奏から入れなかったりとか、そうそれはリズムが取れてないのね。で、あと聞こえてる音楽の中から一定のこのリズム感が聞こえないみたい。もう究極の話、足踏ませてやることもある。で、脅迫のところで足を踏みなさいっていうふうにして、すっごくゆっくりにしてね、曲を。っていうこともするんだけど、やっぱりリズムは本当大事でね。で、不思議なんだけど、その縄跳びが飛べるようになると本当変わるのね、子供。なんかシャキッとするのかな、頭の中が。面白いんだけど。で、それでちょっと興味本位で聞いたの。ひろみさんに。なんか多分変わってるんじゃないかなと思って。その、いい風にね。その、相談受けてた子が。曲も進んでよかったね。よかったです、本当に。ね、一生懸命やりたいって言われたら、一生懸命こちらも返してあげたいけど、最大の欠点っていうものをどうカバーするかっていうふうになってくるとね、教師の腕の見せ所になってくるけど、バイオリンを弾くだけじゃなくて、日常のその生活から音楽に反映させるっていうね、ここも実は基礎なんだな。でも楽しいと思うの、縄跳び。縄跳び飛んでね、バイオリン上手くなったらいいですよね。そうそうそう、一石二鳥で。運動神経いい人までバイオリンも上手なのよね。それはあるかもしれない。読響だっけ、読響とどこかな、あの野球チームあるの。団員の。エキストラか、誰かが言ってた、エキストラチームと読響さんとでなんか試合やったとかって誰かが言ってたな。そう、同じ人は入らないよ。オケにその部があるんだって。部って言ってるのか、それともあのみんなでサークル活動見出してやってるのか、そこ細かいことは知らないんだけど、その話はよく聞くな。で、それで、あ、そうそう、団員さんが言ってたね、そう。
ね、運動大事なのよね。音楽に直結する、これも基礎だし、まあ、これ見てらっしゃる方はね、もっとあの具体的にさ、指弓ってどうするのとか、そのね、その修行見たことを期待してるのかもしれないけどね。けど、本当面白いよね。よかったよね、ひろみさんね。ありがとうございます。うん。少し見えてきたんじゃない？そのお子さんの先が。そうですね。うんうん。いい風に持ってけそうな雰囲気があればね。うん、はい。ねえ、よかったよね。ね、皆さん縄跳び飛んで、うん、そう、縄跳びもそうだし、やっぱ体幹を鍛えるっていうのもすごい大事ですよね。さっきあのひろみさんが話してくれた、その反り腰の子がね、増えてるのは運動不足。うん、運動不足だよね。あと手の力、握力も本当ないよね、うん、そうなんです。だからよく粘土とかね、うん、まあ、ゆみさんほら遊びとか、あのグッズあげてたじゃない、 なんだっけ、引っ張るやつ、ピアノの方でも頭紐ですか、うん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 、うん、とか、うん、そう、ああ、お手玉パフォーマンスですね、うんうんうん、ピアノの先生たちもやってるよね、うんうんうん、そうですね、うん、やっぱ体幹、何事にも多分ね、で、うん、必要ですよね、うんうんうん、こう言ってることは自分に入って帰ってくるので、私最近運動不足だからなんか跳ね返ってきちゃうなとか思っちゃういや、でも先生ヨガされてるってね、うんうん、この1、2週間サボってますそろそろやらなきゃヨガはやってますけど、はい、そうですね、うん、そう、ひろみ先生もなんかされてますか？ピラティスを週1でオンラインで受けてるんですけど。あ、うんうん、いいですね、うんうん、ピラティスも昔ちょっとやってましたけどね、やっぱ体幹つけたり、うん、ヨガ、うん、ヨガのもうちょっと若い人バージョンみたいなイメージですけど、違うのかな、うん、まあ近いは近い、ピラティスとか、うんうんね、近いと思う、うん、私もやったことある、うんうん、そう、ね、どうしてもやっぱバイオリンってここ肩凝ったりとかね、うん、腰を痛めたりとか結構効くので、ね、うんうん、そう、それを防ぐためにも、あの持ち方のことをうるさく言ってたんですけどね、私言ってたでしょ、うん、で片手外した練習とかもしましたもんね。あ、そうでした、ね、うん、あれも実はそのちょうどいい場所を探すためなの、自分と楽器の、うん、関係を探す、いい場所を探すために片手を外したり、まあ、今見てらっしゃる方は、ね、単純に片手外すだけじゃダメなんですよ言っとかなきゃ単純に外すだけじゃダメなんですけど、うん、でその後にポジション移動、ね、がっつりやりましたね、うん、その片手外した練習は後に出てきたでしょ、あれも理由があって、うん、先にやらないんですよ、うん、あのでもポジションチェンジはすごくその肩 の、 あの負担を減らすのにすごく良かったです、うんうん、そうでしょう、うんうん、挟む瞬間も絶対必要なんだけど、うん、ハイポジションの時とか絶対必要なんだけど、そのか軽くするには、挟む瞬間 は挟むんだけど、うんうん、すぐ去って落とすにはどうしたらいいっていうので片手外す練習しましたね。うん、そう、本当すごくいろいろ勉強になりました ね、 ね、で、お、あれですよね、そろそろもう時間がね、いろいろ話は尽きないんですけど、うん、ね、はい、ということで、あ、先生、河合先生も、まね、オンラインの指導法講座をまた9月から7期生募集されるっていうことでね、はい、募集です、空き、はい、があるのでぜひお申し込みお待ちしてますね。はい、でもあと2名しかですよね。うん。あ、そうですね。ね、2名。残席2名しかです。しかですね。お急ぎください。ね。うん。うん、あの少人数に、ね、わざと少人数にしてるので。うんうん。すごい、もうマンツーマンでね、あのすごいいろいろアドバイスいただけて、すごく、うん、よかったです。はい。ね。で、先生、今、公式 LINE にご登録されると何か、はい、ね、プレゼントが。この、そう、うん、今日このインスタを、見てた
っていうふうに返してくださいね。公式 LINE に登録しただけだと、誰が登録したかはわからないから、あれシステム上。登録した後、今日のインスタ見たっていう人に、音の循環のファイル。ね、これなぜ基礎に大事かっていうと、ここ細かく書いてあるのを見ていただくといいんだけど、基礎練習とかその指指とか音階とかそういった練習にね入る前に大事なことって楽譜に書いてある情報を読んで弾くっていうことなんだよね。それが読み切れないうちに体で弾いちゃうから、気がついたら子供楽譜読めないっていうことになってる、うん、に落ちるから、うん、っていう話をくどくどしましたね、うん、私、うんうん、しました。何回も何回も。あ、スノー先生、自分の演奏に悩んでいる場合も指導法講座はおすすめでしょうかっていうことですが、いかがでしょうか。うん、おすすめですね。おすすめですけど、指導法に沿って話していくので、ぜひ教えてらっしゃる方、うん、っていうふうにしてくださいね。申し訳ないけど、ご趣味の方はお断りしてるんです。プロで先生をやっててっていう方がいらしていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。公式、はい、もう一回言いますね。公式 LINE に登録いただいたら、この音の循環のファイルを差し上げます。ただし登録したら、今日のインスタ見た音の循環の表をくださいっていうふうに出してくださいね。あ、はい、では、はい、こちらコメントの方にも貼り付けさせていただきますので。 ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はいはい、では、もう一回話したら、ひろみさん、今日のそうなんです、ひろみ先生の最後に一言お願いします。宣伝も言ってね。何日何時から、はい、コンサートですか。うん、ありがとうございます。8月25日木曜日の、10時から10時15分まで、東海市芸術劇場1階の交流広場で、交流パフォーマンスというのに出演させていただきます。博士太郎のオール博士太郎プログラムで15分弾かせていただきます。お近くの方、よろしければぜひご来場ください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ぜひね、愛知県の半田市のあたりに住まれている方ね、長友先生のインスタご覧いただいてね、ぜひお教室の方にもね、気になる方はね、チェックされてね、うん、いや、うん、どうぞっていう感じですよね。うん、お越しください。はい、はいはい、ではでは、本日はこのぐらいで大丈夫ですか。ね、そうだ、はい、来週もありますよ。来週も、あ、そうでした、来週も3人のバイオリンの先生、うん、続きがあります。はい、お楽しみにされてください。また予告、来週もね、この時間インスタ、はい、ライブやります。ね、来週は、先生、たくさんいらっしゃって、どなたでしたっけ、ごめんなさい、山内優子さん、あ、山内優子先生です。大阪の山内優子先生、はい、すごい楽しみにしてます。はい、本当で、来月はまた藤松先生とね、はい、うんうんうん、はい、では皆様、本日は、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はいはいはい、さよなら、失礼します。失礼します。